はい、どうも、鳥羽です。いやー、沖縄ね、日中はもう26度とか、それぐらいなんですけど、もう昼間はね、半袖でめちゃくちゃ大丈夫。PSB。ああ、これ全然使ってないな。いや、使ってるんですよ。使ってるんですけど、在庫がなかなか減らない。ほら、使ってるやつ。一応ね、もう容器は全部掃除しまして、まだね、ちゃんと並べてないんですけど、メダカをね、迎える準備はできております。僕がね、使ってるメダカのね、人工飼料をちょっと紹介していこうかなと思います。メダカブームで今めちゃくちゃ人工飼料たくさんじゃん。たくさんあってめちゃくちゃ悩むんだよね。いや、俺も去年からメダカの飼育を本格的にやってるんだけど、どのメーカーからもメダカの人工飼料たくさんね、発売されてて、正直悩むんよね。その人工飼料については一つテーマを決めてまして、やっぱりね、その成長をなるべく早くさせたいんで、タンパク質を結構重視してまして、ドン、こちら、高タンパク質育成フードですね。ハイグローになります。はい。メダカ、卵中などの幼魚全般にと。まあ、メダカだけじゃなくて結構ね、全ジャンルの熱帯魚に使えるのかなと思っております。これ成分表やばいんですよね。ハイグロー 100g はブラインシュリンプ 300g に相当します。成分ちょっと見てみると、タンパク質54%以上っすよ。54%ってなかなかね、見ない数字っすよね。高タンパク質、マジで高タンパク質っすね。まあ、中身こういう感じなんですよ。結構粉末でめちゃくちゃ細かいんですよね。で、普通になんか制御とかにも使えるんですけど、僕はね、幼魚とかに使ってます。で、制御には、大豆を使っております。はい。こちらね、メダカの館さんでメダカを購入してきた時にサービス品であったんで、まだね、使ってないですけど、大豆を使ってますね。こちらのね、人工飼料をね、やっていこうかなと思っております。これがね、ハイグロー。めっちゃ細かいんですよね。やっべ、めっちゃ突っ込んだ。 ちょっと分量間違えたね。でもね、めちゃくちゃ食ってくれるんですよね。で、こっちはね、ミックス容器になっております。マリアージュだったりサファイアだったりと、まあ、何種類か混じってますが、結構食べますね。はい。こっちはね、3色ラメのヒレナガになりますね。だいぶ成長してきました。結構いったね。まあまあ、めちゃくちゃね、よく食べてくれます。こうやって見るとね、やっぱりね、3食はロスがすごいよね。全然3食出ないんですよ、本当に。はい、こちらは制御コーナーですね。こちらは3色ヒレナガになります。結構でかいっすよ、サイズは。まあ、こういう感じですね。もうこちらの3色ヒレナガは産卵が始まってまして、卵もね、徐々にね、孵化もね、始まってます。やっぱね、水温が、まあ、水温もそうですけど、もうすぐね、もう4月なんでね、だいぶあったかくなって、活性が良くなってきてね、よく食べて、だいぶね、サイズも伸びてますね。まあ、船外ですけど、結構ね、
こうやってたくさん飼育して飼うとね、結構見応えがあります。こっちも3色ですね。ちょっとまだねサイズ的には微妙なんですけど、あと1ヶ月もすれば徐々に産卵していくと思います。早くね3色の卵欲しいんですよ本当に。この子たちからねどういうパターンの子供たちが出てくるのか非常に楽しみですね。こうやってやっぱねたくさんで買うとね見応えが違いますね。これはこれでめちゃくちゃいいっすね。ちょっとね俺あんまラメが好きじゃないんだよ、うん、どうですか3色はねぶっちゃけそんなラメあんま必要ないかなって思ってるんですけど、皆さんはどうでしょうか。まあ、3色ラメだから、まあ、しょうがないんだけどまあこういう感じですね。卵どうなんだろう。こっちはないな。ないっすね。はい、今日はね、僕が使ってる、メダカの人工飼料の紹介になりました。メダカ好きの皆さん、どういった人工飼料をね、使ってますか？もしよろしければね、コメント欄にてね、こういう人工飼料トーマソン使ってますよと、コメントの方よろしくお願いいたします。ではね、トーマでした。バイバイ。